どうもベニシオガの稲田美希です。熊本プロレスです。女子夏休みが始まったで、秘密基地作り始めやー。<laughs> いいですね。<laughs> もう始まりましたか。<laughs> あのだいたい二十二日から始まるというのが小中学校は。<laughs> まあそう <laughs> 中学校ですから、ね、中学校です。<laughs> で小学生はもう今対象しゃないの、ね、で中学生は二十二日中学生は秘密基地作って大丈夫。 まだまだはい。<laughs> ちょっと大きくないちょっと昨日目とかあれもさすがにちょっとあれよくないんですけど、はい、<ー>まだまだ夏休み作ると思いますよ。はい、夏休みはね、<laughs> あの中学生が作るのかという質問に答えていただきたい <laughs>。え,え,え、作ってました作ってました <laughs> 男子。男子の秘密基地に訪れたりしてましたし、久保 <laughs> さんが秘密基地作って読んだりとかして、家に呼ぶのはまだ恥ずかしいと思うので、<laughs> 秘密基地に迎えるいい、うん、感じですかね。だから ちょっとね最近はねやっぱね木もあの落ちてる木とかもないので、はい、多分ねその振る舞えるものがないというかねそのだからまあ,あれかな木イチゴみたいなやつを洗ったやつをね<ー>振る舞ってあげたりとか、うん、し,てしてたんじゃないですか <laughs> 見ないと思いますよ、キイチゴ。初めての密室になるのでね、そこが、男女、男女の、うん、うん。秘密基地に呼ぶことで。怖い怖い怖い。何回も言わんといて怖いから密室って言い方よくないですけど、なんか二人っきりってシチュエーションを初めて作るますよ、そこでね。楽しんでみていかがでしょうか。えそれでは始めていきましょう。メインショーのなんか女、なんて言うかな、女子。ケント深いがそんないます。え、じゃあ、ざっくり、なんか女性、そのなんか、女性、なんていうか女神。女神、女神。女神そう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 そめっちゃいい曲やらどうしよう。 結構やばいそんな女神ね女神ねいやいやかっこいい曲やなんかやっぱ曲かっこいいねなんかわい一発目ちょっと可愛い系やったじゃないですかどっちかっていうとエセデレラエセデレラあそうなのなんかどんどんかっこいいちょっとクールな曲が多いなというのめっちゃいいなと思ってます曲いいよね曲はめっちゃいいですこの間その前日が大宴会っていうその音楽とお笑いの融合のね。 吉本がやってるイベントにも出たんすよそれでオープニングがまあ2曲やってそれでも袖で「数神地」の北島さんとか「これ曲めっちゃええな」みたいなケントに言んかケントに聞こえへんぐらいのところでなんか曲がやってとかウソさんが見てくれたりとかしてんねんけど初めケントが私らのことを呼び込んで全員呼んでから曲始まるって聞いてて出番前になケントにそうやってんけどケントがそのままもうはけてきてもうてなんか。 あ喋った後に。それでは聞いてください、みたいなって思って。私はなんか走ってまた出てって。アンテ転の中。で、なんかまたやっぱな、高みとかがな、3番の1どことか言っての入ってんの、マイクで。もう最悪、もうそれめっちゃ嫌いな、たしあれ。なんでと思って。それを MC の間に、まあなんかまだできてたら、あの、確認できれば3番ここかなっていう確認ができんねんけど、ケントもなんか間違えてんすそれなんか。 あそもちょっと舞い上がってしまってるんでで舞い上がんねんケンとかと思うんだけど私はまあまああるんでしょ大舞台すぎてねそこ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 それそこ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 そちそこ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 そちそこ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 そちそこ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 そちそこ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 そちそこそこそそ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 そ みんな結構今回んか結構大変やってその3日間が今の2日目の MV 大宴会の後は MV 撮影やって夜10時半ぐらいまで結構やってんけどやっぱなそのケツがもうダンスをなもうまた全部飛ばしてんねその何てうさらちで来んねん毎回今回初めて5曲踊んねんそのまあ昔の曲もやるとかそうそうそうそんな昔じゃないけど去年しかやってないラブおじさんが出てくるやつ待ってマってう曲がめちゃくちゃダンス難しいんやけど 前日の夜8時に、まだ0.5倍速で間に合ってないレベルで、その、振りが。0.5倍速って、ちょっと遅くしテンポで、倍遅くしてるテンポで間違えてるみたいな感じで、やのになんか、大声でなんか喋ったりとかしてんのが、私ほんまに納得いかへんくて、ちょっと無視してん、ずっと。何時間か。ケツの。ケツカメラ持ってきてんねん。で、パシャパシャなんかオフショップ撮ってんねん。そんなんやってる場合かと思って、あんま映らんようにとかして、 ケツを避け言い合って高め合うとか言ったけど<ー> <laughs> 無視けど <laughs> だいぶ言ってるから<ー>もうこれ以上言うのもあれかなと思って<ー>避けてでも夜それはちょっと申し訳ないなと思ったから23時ぐらいに。 今日ごめんなちっちゃっ怖いってそれ、うん。ちょっと無視しててんごめん。<laughs> 怖いねそれいつもあす謝ってくるやつ。<laughs> 今から飲みに行こうかって言って、うん、謝り謝りを返す。ダンスを練習し試いやそれさ、飲みに飲みに行かせるやんそれ。だから向こうもそれでえんか飲みに行っていいんか <laughs> ってなるからまたそのねゼロに戻んなよ朝起きたら。<laughs> <laughs> すごかったね当日ももう、えー、新曲も決。ケツ ミスってミスにまくりあすごいってそっちねできてないできてない本当にでもまあそうなだからそのさいつ,いつもちょっと思うねんけどその、うん、みんな忙しいやんかみんな忙しいいくん単独ライブ25回、うん、とかやっての後もうすぐそう,そうでしょまあ確かにそれもわかんねんけど<ー>ちょっとギリすぎや集まんの その、れた、うん、いや、それで私、だから、みんなが会わないからこそ、うん、あの、うん、ちょっと前から集まりだすんかなと思うで、ね、その、結構さ、うん、あの、二週、1週間が10日ぐらい前から集まりだすよな、ね、10日前ぐらいに、私が、みんなどうあの、ちょっと前に集まれへんっていうラインを。 <laughs> みんなに個人ラインでして。ギリよな <laughs> で、ケツだけ捕まったから、ケツに新曲の振り入れて。ケツさんはさっき早いんやな。じゃあ、それちょっとだけ人より。うん、で早いから、また全部飛ばして食うねん。あの人な。私の、その、ほんま。うん、まあ、中谷さんもな、わか,かんない。器用やから、ある程度できるから。うん、そやからそもやの、早くめっちゃもう器用。ああ、ギリギリでおぶちゃんと覚えれるタイプで,で今回も、なんか、3日前に、初めて先生に振り入れてもらって、みたいな。実際。 私が勝手に教えていた,いた,いたけどだほんまの細かいところは先生3日前の夜かな、うん、か先生も忙しいってことでもね先生も忙しいでいかいや多分メンバー感多分。 からへんペアちゃうすごいなだからさこれ今までさやっぱ私がちょっとまだライブの映像もさせてもらってた時とかまだ2曲とか3曲ぐらいやったからいけてたけどどんどん増えていくやんどんどん増えてってなったらさその中から選んでとかさ何やったらさ5曲でも少ないぐらい単独のライブでいやいやいやおい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 5曲も5曲やって何やったんすかライブあほんまのコーナー短なった 45分くらいだったんじゃないそれがいるたらコーナースタンディングで見たないで。コーナー座らしてほしいねコーナーオールスタンディング。ライブやったらね、うわーってなれるからずっとやるけど、そのそっちがなんかコーナー楽しんでるやつを立って、なんで立ってんの私らってってくるんですけど、私やったら。でも5曲やから減った。そこなんか体感の時間かと思う。コーナーはお客さん参加型とかなんですか参加型もあるけど、なんか寸劇みたいなのもある。ラブが捕まってもうて。 闇の組織みたいなやつに捕まってもらってラブを助けるためにみんなでクイズあのたなんか正解しようみたいなあコントチックなやつコントチックみたいなやつもある<ー>スタンディングでみんな見るんで立ってみなあかんねん <laughs> 工藤真一の年齢はとかのクイズ <laughs> うもな <laughs> YouTube で見させてくれそ <laughs> 17歳正解とか言ってみんなで喜ぶでお客さんうわっなるんですか ウーってなった時の一体感をねスタンディングのんかもしかしたらあるんかなそれおらへんそんな座りたかったですみたいなクレームないない大丈夫この間のみそのもスタンディングだけどないない熊本さんだけコーナーを座りたいな私だったらでな新曲はなんか衣装を作ってもらってんか提供みたいな感じで。 銀座のさださんスーツのさださんが作ってもらって全員のメンバーカラーのオーダーで一人一人ちょっと形ちゃうねん実際ボタンとかそれ作ってもらって私ヒールでやってみてん初めて。えっとねパンプスでみんなまあそろい黒の皮靴でそろえてんけどちょっと一回ヒールでやってみていいってケンと言って全然いいよってんかよかった薄いピンクのスーツにはヒールがめっちゃ合ってんけど誰からも言われへんかったそのお客さん。 その、ヒールでしたね、みたいな。パフィウムみたいに、みたいな。うん。いやいやいや、それはちょっと、それ、それは、だから、わざわざそれを求めてヒールはくのはヒール見えてへんのってなれへん。いや、見えて、からのズボンの感じがわからんから、何と言われへで、パイブムさんみたいに足出してないやろ、そんな、あの、ミニスカートで覗ってるやん。パフィムさんってあんまその靴さ、あの、すごいスーツで下までくれてないやん、大体。あ、決まってんな、そだね。大体ヒールにしてるやろ。 ズボンやろズボンそんななしんどい思いして800人誰からもバレてんやったらパンプスにしちゃよかったと思ってすごいしがするところまでギリギリまで知らん知らんいやそれはマニアもなかったいやそれパンプスっていってもバフィオムさんぐらい高いやつじゃないやろほんでバフィオムさんもそんなめちゃくちゃ高いやつじゃない何センチぐらいのパンプス舞台衣装のパンプス多分高さそんな変わらんと思うああいやまああれやったらズボンやったら分からんししかもそのんていうの そのめっちゃゃハードななダンスじゃないでしょその<ー>上半身動くけど足なんかめっちゃブワーってやるとかじゃないでしょああまあそれはね確かにそれパフ r f さんとはそれはちゃうけどそうでしょでヒールを見せる動きとか入れたら なんか、そっちにしたらね、こう足曲げて、そのヒール、あり、ありますよ、ヒールありますよ、とか、一回脱いで、なんかこうね。めっちゃパンプしてやん、それ。一回脱いで、見せるとか、までする演出をしてあげてたら、ヒールだーってなったかもしれんけど。うん、意味なかったなと思って、ちょっとだけ。今自分で言ってんねそれを、うん、<laughs> これ言った。うん。あれ、そうなる石井くんとか今言った、終わってから。ヒールでうん。ヒール誰からも分からなかったわー、とか言って。 そそそうでしょと言われてこは別に注目してないからそんなそれやったらもうんての、うんヒールそんなヒール見てほしいんやったらヒールですよのホンマだからパンツにヒールとかにして下着ヒールとかミニスカートとかにしたらわかるんちゃう確かにねだって別にいいんでしょその稲田さんだけみんなスーツでかっこいいけどスカートタイプのかっこいいやつでもまあいいわけやんえ今オーナーでズボンも作ってもらってんだよ いや何だ,よだからスカートにするパターンでもありってことでしょ別に。あそうね、言ったらねそのヒールを見せた,やた<ー>いや私ヒールでやるのめっちゃかっこいいと思うからいいと思うでもバレへにやったらもうやらんほがいいと思う。 そこやったほんまに2曲目二曲目もやってもうたからそのままヒールでバレエバレエそのねパユーさんもヒール見てくれって言ってるわけじゃないからでもあそこはやっぱヒールがいいっていうチームねあそこそうやろでもそこはでも自分がいいと思うんやとそれでええいいんちゃうってとこやけどやっぱ気づかれな無理なんな。いやなんかカメラワークが悪いんかなこれ言わなあかんわヒーール見せるアピカメラさんもヒールって気づいてないんちゃうからそうやなそれは であのー、初めてね阿佐ヶ谷姉妹のえりこさん見に来てくださって<ー>でもあの美穂さんもおえお二人でってことマネージャーさんと3人で、えー、でその先ほどのようにうオールスタンディングになりますって連絡も入れてうん、うん、ちょっと数日前に、うん、そしたら「足鍛えていきます」みたいな3人で来てくれてほん、ま、楽屋挨拶もほんと「はーってなってて「あっティールさんだ」みたいな <laughs> ほんに阿佐ヶ谷姉妹さんがあ T シャツも買ってくださって<え>アクスタももう。 文豪さんだけ当たらなくてとか言って浦井君の友達もケツさんだけ2つあってとか <laughs> <laughs> いろんな <laughs> でそれ <laughs> 写真撮って。 いろいろラリーやって今日もありがとうございます差し入れも,もらったか差し入れもありがとうございましたみたいな。<う>で本当に大変申し訳ないんですけどあの皆さんに何とぞ「ス高な選ばれしジードルの皆様命吹き込みし神のケント様にもよろしくお伝えください」なのそのこの日本語は聞いたこと <laughs> 命吹き込みし神のケント P」っていう表現も <laughs> 普通 <laughs> 普通の人やっていじってると思うもんな。阿佐ヶ谷さんやからそんなことないんやなと思うけど。<laughs> 前日のケントフカイの「パニップス」っていうラジオも聞いてもらって稲田さんとの絡みもよくてみたいなそのよりテンション高くライブにも迎えられましたみたいなわあすごいなライブの次の日誕生日やったわエリコさんほに全然日来てくれてたわへえすごいわえていのそれそのに次の日のラジオとかでもあちらのディードルの話話してくれててすごいわめっちゃファンやなめっちゃファンでいてくれてる

さん一度興味本位でっていう感じで来てくれて多分っていうのはあってから美さんどうやったんやろうんからで初めて行ったらやっぱさやっぱそのミスが目立ってまうからそうそうそうケツさんばっかり見て思ってたんかもしれんし時々美穂さんと SNS やってるかもしれあんま分からへんからマネージャーさんもマネージャーさんも分からへん若い女性やったけどどうやったんやろそこに聞かのな2時間ライブ 一時押したから1時間40分ぐらいかな多分ああもともと1時間半ぐらいだったもともと60分から90分のライブいつもああなるほどりそのうんあれはお笑いと一緒のおそうそう6か所ありがたいありがたいありがたいでんかあの DM にそうえっとね DM でうねあの新喜劇の前田真美さんから「たまよ姉さんも見てくれてる」と「えイドル」「熱烈なファンでいてくれてる」とかずっと PV 見てなんか今日もなんかえ誰だっけな ええ豊兄さんと一緒に見たよとか言っててすごいそのえっ真剣やね何かマダム世代に刺さってるらしい今なんか懐かしいな何か曲がななんか平成と確かにちょっと昭和とのんかいいところどりな感じがあるから確かにそれはいいのかもしれへんけどちょっとまだまだまたね休みありますんで活動休止になりますんでああいやまだまだまだ来年うわそうなんですあそっかナルブ・アートさんのイベントからもう一回また。 あ、あれがさ、ダブラさんのイベントだっライブ出るのはね。あ、そうか。それでいったそうなよ。で、そこでじゃあ一回見たらまたゼロにゼロチリチリになって。また帰ってきますんで。定期的にやってたら、休んでる間も。分わからんけど、歌手の人ってさ、別にライブ繋がってさ、そっからさ。いや、めっちゃ休むんちゃういや、でも全く歌わんとかないやろ、多分。なんか定期的にやってるイメージあるで。もすごい休むから。ゼロにぜひまた。もう来、あの、来年の予定は決まってるから。 あもう決まってるああそううんあいいんですか東京のそれってはい発表されてるあ発表してんい、ね、うん東京シネマクラブでめっちゃでかいえあもさらにでかいってこととキャパはほぼ一緒ぐらいでもオシャレななんかライブハウス、うん と、透明ハは、そのさ、やるかも。会場だけをな、あの上げていく、やめ、あの、同じクオリティも上げていてほしいんですけれども。会場のんすもね、衣装とか、その、会場とか、歌がすごくなっていって。ダンス全部、ずっといっレベル。見て、私ちょっと、上手くなってるから。 ああ新曲まだ見て、ね、いやいやいや表情管理とかすごく上手になってると聞いてます。あ<ー>、そう、はい、はい、それは。はい、ぜひまた見てください。はい、えーということで好き好きだ各種でリスナーさんからテーマを募集しておりまして今週は好きなプールでございます。はい。もうみんな行きまくってるでしょ。ね今とかねプール開きしましたので。えー、えー、まず衝撃のアルベルトさんです。好きなプールですが千葉の三武市にある。 ハス沼ウォーターガーデンがおすすめですなんといってもその魅力は千葉県最大級の広さです都内からある程度近くここまで広いプールは他になかなかありませんプ、えールの種類も豊富でお子さん向けの噴水のある浅瀬のものから大人も楽しめる本格的なスライダーまで家族みんなで楽しめますまたこの施設の最大の特徴は海に面していることで海水浴も同時に楽しめる点です、えー、プールと海どちらも出入り自由なのでちょっとプール混んできたから来たなと思ったら海で遊んだり自由度が高くすごいですね スえどういう状態になってるってことですかす1時間半ぐらいできるって隣からえど,どうやって海に入れるようになってるのうわぁでもプール自体はいスライダーすごいうわぁこのなんかあるんかなこい,い,いかな<の>海上がってプール入っていいんかなてでもそういうことなんか海水プールなってるんじゃないですかちゃんからいやプール自体もれは分からねすごいでもこの、うん、プールにあるスライダーの,この 黄色と水色か黄色と赤のこのしま模様の組み合わせってこれなんかあるんかなこれあるんかなプールの興奮させる色味みたいなことなんかなこれこの色味やねんけどどこ対入ってるの水色に合うんやろなだからプールの色に合うんやろうけどどこもそうオレンジはんやろうね黄色と青が出すぎて2本目作るようになった時にあっ朱色としょうなったんちゃうのかな 興奮する色確かにこれでもテンション上がんねんこの色味映えんねんな写真に多分近いよでも三無視私寺院も初めてでしたけどえこれでもちょっとプール調べた時に出てこなかったのすげえこれ行こうでも千葉県最大級やからめっちゃでかいんじゃないねえ知時間がねいけれ<の>たら近い海にも入れんねよ。 どっちか見て混んでたらどうね、でも海ってさ結構さそのさほんまにそれこそ水着の中にさ砂入ったりとかなわかめ張り付いてたりとかさそれはかのじゃそれはだから流してる場所がなくて流して入ってくるみたいなそれはそうよなえ次あかりさん えー、あすごいただ泳ぐのが苦手な私にとって好きなプールはシャトレーゼが運営しているガトーキングダム通称ガトキンですすげええー、何これシャトレーゼがシャジャンボプールをはじめとして,ていろんなプールがあって子供にとっては夢のような施設です温泉やレストラン街シャトレーゼのバームクーヘン工場も併設されているので飽きずに楽しめますどういう意味シャトレーゼが <laughs> すごい写真でもなんかいろいろあるこれど,どこにあるってか札幌みたいなああ北海道かちょっと遠いです,いですなるほどな北海道私確かにプールの発想なかったな北海道で奥内ジャンボプールもあるすごいねすげえ車も中もあるよええ奥外ジャンボプールの日焼けし気ったら行ける北海道に行ってプール行くってめっちゃ贅沢ね確かに確かにガトキンやって <laughs> かっこ好え 通称ガトキン。ガトキン。子供シャトレーゼいるんでいいんか。シャト、ガト。ガトキングの。ガトは。カトショコラとか。そうやな。でも絶対そうやんな。キングだもん。いやだからまあまあ王国だから。ガトがちょっと意味わからん。どう意味なの。チョコじゃないもん。だってショコラ。ショコラやから。湿ってるとか。なショコラはだってチョコや。確かに。ガトショコラの感じ。 お菓子とかはでも多分水系やろなでもガトーそのガトーショコの雰囲気とプールって掛け合わせれることといったらやっぱシりシめりシめりのシめり王国バームクーヘン工場やて結構むずいけどなプーーールバムクヘン結構いけいまあ腹ぺこではあるからまあいいな社とりあえずこんなやってんのよ北海道かこれ作ってほしいな東京に無理なんかな いややっぱ場所がないんじゃうこんなん色いのすごいわっ、わだこれ北海道やからできんねやん。東京でこれ、なんか潰さなあかんねんから、だっていいねすね。うん、あっ、来ました、私の好きなプールは、えー、三重県桑名市にある長島ジャンボ海水プール。大きなアトラクションもたくさんあり、身長が伸びて、次の年に乗れるアトラクションが増えるのは毎年の楽しみでした。はい 大学生になると、車で行けるようになったり、社会人になると、福利厚生でチケットを安く買えるようになったり、長島とともに成長している感じがしています。今年も新しいアトラクションが登場してます。パワーアップしている長島に、福利厚生を使っていきたいと思います。<laughs> いいですね。<laughs> 長スパはやっぱな。私も長スパですね。ああ、一長スパ。うん。まあ、もう今っとやってます。ぴょんぴょんどぼ。 あれの年齢制限あるやつね年齢制限あります体重制限もありますえ何キロまでやったっけ65結構ええねんなこれが年齢は5歳から35ですそうなんだから結構無理だよな結構無理なんですよあの子供にやってほしいってい書かないんですそうよね年齢と体重ででもそういうことやそういうこともうんでめちゃくちゃ難しいだから付き添いのお母さんとかお父さんでもなそのできへんってことやもんできへんでけへん この間ね、あのー、花咲かでもありましたけどメガアービスっていうのができてやっぱちょっと意見あったみたいですぴょんぴょんどぼんどこ行ったんだみたいなああやっぱあれ好きな人で,で場所が変わって変わってあるんですちょっと見える位置にマジでほんま大人が全力でひっくり返るところを見れるちょっと見えやすい位置に行ったからね、うん、恥ずいかもしれんけどめちくちゃ面白いねあれいいですね福利厚生 最初 <laughs> に聞いたねしっかりナガスパはあれはでも西日本最大級だからプールでいうと 西日本じゃないか、見えは。いやいや、西日本にはなるか。いや、と思うけどね。いや、あのスライダーとかが、それ、もちろん生まれる前からあるっていうのもまじでびっくりして。ああ、確かに。そうそうそう。あの、一番長い。海南基地でなく思うさてには。やっぱね、スライダーとほんの少なねんな。あれ、ようできてるわ。やっぱ、フリーパスやけど、何回も行かれへんようにしてる、あれ。まじで、何回も、あの、ボート、ボートとかさ、が。ボート持っていかなあかんねん。あの、右の方にあるやつ。味わえないあれ、じゃないあ、自分だから。 持っていくっていうすごいシステムのやつもあって、体乗りのやつ。あああれな、あれちょっと重いね。あれ重いあれは確かに。でこないだ読売ランド、読売ランドあるかな？読売ランド行ってきましたけど、読売ランドのボートのやつはボートがエレベーターでちゃんと上がるようなシステムになってて、私らだけ歩き。なんで一緒に上がらせてくれないの？すごかったわあれもエレベーター、エレベーターじゃなく階段。エレベーター。そこだけね。うん。そこだけそういでんね。 あ、これと知ったことないな、えラジオでもなしさん。らほら、ほら、私の好きなプールは。福井、もういい。もういいけ、もういいけ、もういいけ、福井県、堺市にあります。<laughs> ええー、柴正は。柴正ね。田舎にあるとは思えない、本格的なスライダーがいくつもあり。うん、大人も子供も楽しく、楽しい、うん、楽しくできます。うん、都会のプールはかなり。 混雑しておりあまり楽しめない印象ですが福井県の田舎にあるということでうん、うん、お盆以外はガラガラで施設を思う存分満喫することができますなんと入場料は1500円という破格というところ魅力ですちなみに私は20代半ばまで友達と2人で毎年行っていたくらい大好きなプールです大人同士も結構いますね恥ずかしがらずに楽しむことができます安いね芝ばまさわねしばでもずっと私は行きたいと思ってるわこれ行ってない いや一気福井はちょっとやっぱなかなか福井そんな遠くないと思って、まあ、こ,こっからはやったらあれやけどそのでも、うん、これガラガラなのめっちゃ意外やったなんかこういうさ例えば、うん、こっち側で言うとサマーランドとか関東で言うとね、うん、サマーランドが一番でかいでか、はい、さでいうとでかいかもしれんけどい、えー、でもサマーランドも混んでるイメージやったからす、うん、いてんねや柴本さんは。 お盆以外は一旦ガラガラってことですね。ザウルスがおるとかですね。ザウルスがね。ザウルス何だっけ。ザウルスや。ザウルスがおんね。何。恐竜がいる。多分恐竜の口から出れるとかなんですかね。ちょっとマジの適当に言ってるけど、これは。でもザウルスって言うね。柴又ザウルスでね。ほんま。ザウルス。恐竜。ザウル、恐竜。恐竜の尻尾から入って口から出るみたいなやつなんですかね。うん。 芝間さん、<え>うん、そう、ザウルスは行ったことないのに何そんなわかるん？いやでも調べてはいるから。なんで調べてばっかるんね。プ <laughs> ールって行った方がいいで。<笑><笑>めっちゃ調べてないってそれは。行ってない。お前鈴鹿サーキットのやつも全部調べてる <laughs>、うん、あらこれ最後一個行きましょう。三崎、はい、マロンさん。はい。 えー、先月からベニシオガの YouTube ラジオを聞き始めたあ新米ファンです。す私の好きなプールはハワイにあるウェットワイルドハワイです。かっこいい、えー、日本では考えられないような大人用のスリル満点のスライダーから子供用のスライダーまであり家族で楽しめます。<ー>一日いても飽きずに楽しめるのでハワイに行った際はぜひ行ってみてください。<laughs> いいですね。ハワイってプール行くのまたウェットワイルドハワイかっこいい ワイルドハワイってはい、ガトーが濡れてるの,の意味もありえるかもしれせんな。<laughs> ウェットアンドワイルドハワイだったり。確かにウェットね。<laughs> ちょっと分からへんけど。すハワイはすげえな。これはいいそれウェットアンドワイルドハワイですか。うわやっぱあでも色味味違うぞ。やっぱ国が違うから。黄緑色とピンクや。ほお前黄色なし。<laughs> なしほお前黄色ないな。まあすごいわ。どういう状態の。ああやっぱあのカールっていうか巻巻いて。うん。 いやだって、うん、あのまあ言ってさあのなんていうのあの、えー、ボートとかでさ、うん、下からこうぐるぐる回りながら押してくるやつとかもさいつもさこのさ上から下り,下りていくやつとかも、はい、ほんまに橋に寄ってる時にマジで落ちそうになるとかあるけどるその日本ではまあないやん落ちそうになるとか。 落ちそうやな。落ちそうやね、ほんまハワイやつ、えー、いいね。え、これぶつかってそのまま飛び出る可能性全然ある。<laughs> お願い飛び出てお願い。橋がめっちゃ低いねんでえ？マジこれ。ほんま。ほんまな。長島行った時もやっぱ掘りあのね、カニがイカみエビちゃんとクマモシさんと乗ったスライドやっぱ怖かったもんやっぱ。飛び出るかなっていう。<laughs> いやそうなのね。あれあールーズとかやっ,ぱやっぱね。いるのよ。そうだってプールでしかも大体体重制限ないね。<laughs> あの、えー、ウォータースライダーとかは。一応あんたで。 体重計みたいなあったででも一応ニュアンスは長島もあありましたこの間行った時あったやんメガメガメガビスもあったっけ一応あったで体重計はあそうなんだニュアンス測ってんで多分あそうなんやああさったから全員で乗って何個かのやつねあそうかそうかあるんかあだからそうかそうかだからあのバレエ編にしてるけどね絶対バランスの乗ってたら勝手に数字出てるっていうのなそこにねここで待機してくださいが体重計で測るはいはいはい多分ね今尾さんは長島読み まあ今読売ランドめっちゃ楽しかったんで読売ランドとあと何が良かった読売は読売ランドはそれこそそのスライダーも種類でいうと大きいのは多分2個うんいいねでもねめっちゃすいてまあその日雨の予報やって80雨やってああじゃあだかやだからだから80%雨やったんですけどもうプールやったらいけるかっていうので強行突破して行ったら晴れたのよ 奇跡的に敵もアウェーフランクでウォータースライダーがめっちゃ空いてていいなそうそうそうでもほんまにウォータースライダー史上でも一番長かったかもしれないほんまになんか途中うわーってなってたけど当たり前すぎても何も喋らん時間あるぐらいめっちゃ長いね上からのそれ一人ごめんええ4人ぐらいのやつとかででも登るまでがほんまに昔小学校の時に登ったほんまに 地元の山と同じくらいしんどくて <laughs> 何、何何登る何地元の山、地元の横山っていうそのあの一郎選手がシーエム撮ったって一個だったね <laughs>。馬<そ>のあった、まあ、まあ横山っていうのがあるけどそれと同じくらいしんどくて、ほんまにでも何紙にも抜かされて <laughs> それ下からみんな上がっていくのに、えっと、それが好きなプール、好きなプールでも <laughs> <え>でもその達成感ぐらい。 ほんまにめっちゃよ楽しかったよ、その降りるまでの。あ、かったかった。楽しかったよね、最後。普通さ、登るのはしんどいけど、あっという間やねんけど、うん、同じぐらいの長さで降りてくれんねん。あそうだねでも、すごい迫力もあってで。<ー>めっちゃ楽しい。読み揺んだの。読 <laughs> めっちゃ楽しかった。あと、うん、やっぱこれ、私、一番やっぱ基本ちょっと思い出残ってるのは、やっぱ小学校のやっぱ解放プール。解、うん、放プール小学校の時の、えー、普通に、あの、授業でやってたプールを、うん、夏休みになったら解放すりゃん。 はあはあ、そうそうそう,そう夏休みだったら誰でも入っていいですよみたいな感じで<ー>子供らが夏休み来て練習できるみたいなうん、うん、でまあ先生とか PTA の人らは感心してるみたいな状態で,うん、うん、で今はなんかあんまりないらしいねちょっと。<ー>でもなんか今調べたら新宿,新宿とかそのあの新宿ら辺は、うん、まあ新宿区、まあ、私は住んでる新宿区でいいねんけど新宿区はプール開放してて大人も入れるって書いててい新宿区に住んでる人。 いやそれ見て行こうと思ってマジでこれはほんまに行くわ行かんでいい行かんでいいいやあの久しぶりに無理<え>無料

知らんでほんま大人解,解放して OK って書いてるけど大人がおるかどうか知らんけど水着とかだけちょっと気をつけてミ<ー>キーとか多分来てたら多分とんでもない感じになるから空気<ー>ちゃんと着てほんまに行くみたいな感、ね、じでみん分地元の小学校多分解放してるとこ結構あるから<ー>調べたら、うん、行ってほしい行ってほしい、うん、とにかく行きますんで <laughs> ありがとうございます。次はですね、好きな再放送でお願いします。あ、いいですね。好きな再放送ね。テレビのね。だ、その年齢もね、年齢よっても違うやろし。ね。そので何でもいい。今言わんとこな。もうもうそれですってなる人おるから。何でも何でもいいやつ。アニメでも、ドラマでも。いいですね。その時自分が好きなね、再放送。メールアドレス ben@jocjpr.com にたくさんのメールを待ちしております。はい。小話に行きたい。 きますかっってなかった、はい、アンケートを取りましてねインスタのアンケート機能で3つに分けて、あのー、全然やってくれよとまあまあまあ,、うん、まあやったらええんちゃうみたいな、うん、や,やってくれよみたいなやつと。 勘弁してほしいみたいな感じと勝手にすればみたいな感じで分けてああ3つそしたらまあ78ぐらいやってほしいみたいな感じやってあらあ勝手にしろよ」が9%ぐらいありましたけど結構いる結構おるんですけどでも考えたらトータル考えたらやっていいよとかやればっていう七十八、78で913ぐらいがあんまりってことまあまあ勘弁してみたいな人はい勘弁して結構いるな勘弁しておらない ままあまあ、パーセンテージで言うとねえっいいのそれは別にまあえっ <laughs> そんなあっ 100? ゼロみたいになった方が良かったみたいなことなんか9ま,まあまあ好きなんかなと思ってたみんなこれをあ,あじゃあ、うん、じゃあじゃあ全然やめるのは全然やめて、うん、そのあとで そ,それいやいやなってます、ね、それは全然そうなりますけどそれは,は <laughs> それでいいんでしたらもう、ねうんうん、いった、まあ、ちょっと続けようかな五十5050になったら65、まあ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 、じはいいですけどだいぶ嫌6040 <laughs> <laughs> 60 60とかになったら <laughs>、うん、6040ぐらいまでなったらそれやめますけど、うん、まあ10%ぐらいやったらまあまあまあや,やりましょうかねっていうで何人か言いました「すいません間違えて押してしまいました」みたいな人も。 勘勘弁してよ勘弁ししててよ <laughs> よ<う>間違え,た間違えたなんか、うん、なんかねずっと言ってるなと思ってたんですよなんか近くの人がうん、うん、近くの係員さんがね。うん、で私らがその,あの,そのバシャーンってなって飛び込まないでくださいとかって言われててあ、はい、であ飛び込まないでくださいってあ,あんま走ってバーンって行くのよくないしなあ、はい、とか思ったらその違う。 そのうきえー、便器の上に座ってね、うん、そのバシャーンって鳴ったのを見てずっと飛び込まないでくださいって言ってその私がその便器の上にす座ろうとして落ちたそのしぶきの高さを見て飛び込んだと思って、うん、ずっと私に対して「<laughs> 飛び込まないでください」って言って「で違,うの私違うんですよ」って。 Whirling sight, feel the city heartbeat pulsing. Beating under my feet, take my hand, hold on tighter. Let the rhythm make us complete. Synthesizers pumping out and clear. Yeah, lost in this electric sound. Stars like diamonds in the night, sparkling secrets all around. Lost in this electric dream. Worries fade without a trace. Everything feels right and perfect in this neon lit embrace. Under the neon lights, we're free and alive. in the city's light Under the neon lights Hearts ablaze and burning bright We're gonna dance till the morning light Under the neon lights Ruby red and sapphire blue Chasing shadows through the night Lost in Glowing in electric neon And tonight just become friends for moments Under the city's silver queen Every face a story untold A life lived out in a vibrant stream City's heart beats like a drum Electric love we become One pulse, one rhythm, one soul Beneath the neon's one.